はい、今日も盛りだくさんだったね。初めての男女別授業。そうなんだ、初めてだったんだ。どうした？どうした？あー、リンくんがチヤホヤされてたから、あー、この人がガーっていう目っていうこと？共感は女男の層が強そうですし、気をつけた方がいいのでは？しょうがない。ふん、まあ共感自身にそこまで非があるわけじゃないし。ああ、なんか勝手に寄ってくる的なっていうこと。でもさ、ちょっと待ってね。あれ？ちょっと待ってね。あ、大丈夫か？あ、大丈夫だった。ごめんなさい。何をどうしたか忘れました。そうそう、思い出した。あのさ、千の奇跡主人公はさ、あのプレイヤーが好きなキャラクターとくっつけさせる交換のシステムがあるからしょうがないよねっていうのはちょっと思ったりするよね。空の奇跡だったらヨシヤくんはエステルしか見てないし、ゼロワオもなんやかんやロイドくんはまあ選択肢としてエリーになっちゃうから、そのペアリングはね、こうカチって決まってるんだけど、千の奇跡はちょっとシステム的にもまあいろいろ大変なところはあるよねっていうね。はい、ちょっと脱線しましたが、あ、明日自由行動日か。はーい。週明けには気候兵教練、週末には特別演習。なるほど、千の奇跡1と同じような感じですね。タイミング的に気候兵がその教官の武術演習みたいな感じで、で特別実習みたいな。懐かしいですね、この感覚。はーい。なるほどな。正直に言わせてもらえば、君たちの身を案じてでもある。入学して2ヶ月近く君たちも鍛えられてきたようだ。確約まではできないが、次は協力してほしいと思っている。あ、そうなんだ。へえ。やる気満々じゃん。嬉しいね、やる気満々なのは。起立礼。返したミハイルの旦那は明日の昼、あ、今いないんだ。次の演習地の件で各方面と詰めている。はあ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 。次どこだろうね。またセーブとかなんかな。あ、待てよ、でも変、あ、違うかな。おお。一通り回ってから帰ろっか。うん。あ、そうだね。いやー、いろいろありましたね。結社の連中に巨大人形兵器。分校長や博士がどう思ってるのか話を聞いておきたいかもしれない。なるほど。上流作成でパーティーにいない仲間を選択できるようになった。便利。二章以降パーティーが仲間がパーティーにいない場合でも作成者として選択できると。衣装アイテム、リーンたちかワイシャツ、アルティナ用のアタッチアイテム。ほーん、ありがとう。私シャツめっちゃ好きなんだけど。一部のイベントでは衣装を変更してもイベントに応じた衣装が表示されることがある。メールが届いた。お、ピーとティータと来ると。ピー
とティータとクルト。まずフィーちゃん。ウドが、あー、はいはい、第一章のあれね。ティータ。あ、生徒か。ティータちゃん。アガットとの絆。子供扱いしつつ見守るアガットとそんな関係を大切に思うティータ。二人は仲間以上の固い絆で結ばれていると。クルト君、踏み出す勇気。リーンにバンダール剣の剣を必要とされず落ち込んでいたが、気候兵で助太刀したことを認められて一つ殻を破れたようだ。なるほど。部活が書いてあるね。ふむー。なるほど。で、なんだっけ、何の話だった？あ、思い出した。あ、そう、あのね、空の奇跡エボリューションを最近、っていうか、千の奇跡をやり始めて、2週目としてやってるんですけど、で、FC と SC やって、最近、サードをやっとやり始めました。まだ1章終わっただけだけど。なんか好きだな。そういえばなんか赤い髪のやつあったよね。赤い髪のやつがあったけど、買ってないけど、一生で。もしかして、あ、ニャニャジェット外せるじゃん。ちょっと外しとこう。売ってるかな？でさ、ニャンニャン。何属性なの、リン君。メガネ。メガネしようかな。なんかさ、メガネいいなって思うようになってきた。ゆるいリンくん。いや、でも待てよ。今は一応学校帰りだし、これは自由行動日にしよう。よし、じゃあ一旦止めまーす。よし、じゃあマラソンやっていこう。地図を見ます。びっくりマークが強制イベントのやつで、まあ多分その都度見ていってもいいかなとは思います。さて、まずはオーレリアさん。文工場、はいはい、足りない設備についてはおいおい手配する。はいはい、確かにね。文工場がそこまで生徒たちの部活動にこだわっていた。はいはい、あー、なるほどな。あー、確かに確かに、そうだよね。それも狙い。あー、錠剤洗浄。今ある機器を、常に心に置きながら日常を送る。そういう意味では部活動もまた士官学院のとしての訓練の一環。灰色の騎士殿。例の段取り。明日直接届く流れ。例の段取り。明日。なんだろう。各種手伝いの件。あ、忘れてた。依頼のやつね。リンクのグ、わかりました、尽力させていただきますと。私も頑張りますと。はい。下手をすれば普段の授業よりも大変かもしれない。あー、なるほどな。はい、いつものなので。うん、本当になんか目がね、慣れてきた。慣れって怖いよね。地図はこっちです。一応見ようか。あ、見れないのか。はいはい。職員室は誰もいないと。オッケー。前どういう風に回ったっけね。何の話かな。カイリ君にしばらく医務室を任せる。なんと。へー。
正式な担当者か。誰だろうね。今までロジーヌさんがやってくれてたけど。大変だね。へえ。ほんとね。各分野のスペシャリストというか。カイリくん。医療の才能。そう、ちょっとさ、前回と間が空いてしまっているし、なんかね、細かいことをその時覚えてるんだけど、だんだんこう抜けていってしまうことがあって、もし忘れてることがもしあったら申し訳ないと私は常日頃思っている。前みたいにおすすめ本コーナーみたいなのないかな。それが、ちょくちょくもらえる、あの本なのかな、扱い的にね。はい、本校舎見ました。あと2回行きましょうか。で、2回どうですか。あ、なんか固まってますね。まずはこっち行きますか。ここは、はいはいはい、セレスタンさん、よろしくね。こんなところですか。経理みたいな。端末の調節を少々。最適か。ああ、なるほどね。ここ誰が使ってたっけ。そうだったね。なるほどな。そうなんす。はーい、よろしくお願いします。いろんな人に助けられてるな。あらあら、そうなんだ。へえ、よかったね。なんかめっちゃいいな、めっちゃいいな。あ、カードできるな。カードで遊べるね。もうなんかいいな。なんかいいなって感じよね。なんかいいんですよ。はあ。さて、反対側です。ここは9クラス目。こっち向かい側は音楽室。あ、バンド活動か。あ、ボーカルを誰がやるのか。なるほど。ボーカルといえば、バンドの顔であり花形。みんなやりたいのはわかる。実力で決めるべきや。パス。じゃあ、パブロね。じゃあ、コーラスぐらいは。ね、難しいよね。騒がしいバンド。結局ロックをやるのかな。ヘビメタもなんか興味あるみたいなこと言ってなかったっけ。はい、では屋上に行きます。ドル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 。で、食堂に先に行くっていう話だったっけ。マラソンコースね。で、行って下食堂。あ、マジか。マジか。はい、お疲れ様です。そうだね。
あ、3号ありますね。3号買っておきましょう。で、中に2人、ん？これどこだ？ああ、いたのか。茶道部組。オルディスの実家から珍しい茶碗が届いた。なるほどな。うん、もちろん楽しみにしてるよ。じゃあミハイルさんとカードやろう。あ、そういえば確かにそうだったわ。追加で資料が必要になってまとめ直した。列車の時間がどうにも中途半端に。はあ、なるほどな。うんVM で対戦。戦略性も高い。ああ、そうなんだ。ほーん。ああ、なるほどな。さすが。わーい。確かにね、ちょっと不意の、あれは大事かも。では、デッキ構築。ペンギン入れよう。どうしよう。これ、取って、ペンギン。あ、ペンギン強っ。行動封じにする。え、これペンギン、あ、でも4いるのか。1が少なくなるね。あんまマジックカードっていらんのかな？わからんね。よし、じゃあ。あ、そんなものがあるんだ。戻る。違う。これでいいのか？できた？あ、できてる。対戦開始。ファイター同士だ。さて、始めるとしよう。うん、私高校。振り直したいのはこれかな。なるほど。はい、早送りしとこう。うん、いきなり私な。あ、そっか、2ターン目だから出せるのか。んー、どうしよっかね。これ出すか。これ出して守ってもらって、でも何も出せない。いや、これでターン終了しよう。ターン終了、三角。なるほど。なるほど。とりあえず、プラス1して、出して、もうできないんだよね。どうしよう。動かさなくていいか。何それ。何それ。何、わかんない。これ出して攻撃。どうしよう。これ移動して攻撃しちゃおうかな。で出しとこうかな。攻撃を、これなんだろうね。ああ、なるほど。一応こうやっといて。もう他は動かせないね。うん。オッケー。
それなんだマジマジ怖い。まずこの攻撃したらどうなるかを見たいんだよね私。ちょっと見よう。あ、取れた。やっぱそんな感じか。移動して攻撃をして、でこれ出したばっかりだっけ。あ、そっかそっか。これ移動してこうして攻撃をしない、でこれを移動して前にしてスキルを発動させて、で攻撃をしたらどうなのこれ。え、これ攻撃したらどうなの。え、壊れてたらやだな。え、どうなんだろう。攻撃をスキル、どうしようかな。こっちまだスキル使ってないね。回復されるよりはいいか。ちょっと試しに見てみるか。あ、移動できるじゃん。こうしよう。試しに見るのはありだったけどね。かな？うん。じゃあこれで終わり。バイ。あ、これ勝ってる。勝ってる気がする。よっしゃ、やるな。いや、今までで一番厳しい戦いだった気がする。ウォール、ありがとう。よしよし。じゃあ食堂終わりかな。で、食堂から下に降りて訓練場、プール盛り上がってる。ウィン。力いっぱい水をかいてるのに溺れてしまう。なんて返すんだろうこれ。メインの力み具合は半端じゃない。柔軟に使ってほしい。腕の使い方と息継ぎのタイミング。手取り足通り。いや、ありがたいことだよ、気にかけてくれるって。何するにしても先に頭で考えるタイプ。なるほどな、面白いね。あんまり私が人と関わりたくない系女子だからさこういうの見ると面白いなって見ちゃう。なんだっけこれ、いつも空いてるんだっけ。で、ここは空いてないと。で、クラブハウスの方に行くと。で、ここは何階なんだっけ。これ1階？これでさらに上に行って、はいはい、チェスしてる。チェスどこでもできるからいいよね。あ、そうなんだ。なるほどな。そんなシドニー。うんうん。なんて言ってたっけ、忘れちゃった。こっち。あーは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 は。でも真面目に参加してんだよね、ちゃんとね。タチアナは全然こっち見てくれないの。アッシュめっちゃ顔見されてた今。結構難しい本読んでる。いや、
や、そのうん普通に怒らないんじゃないかな、そんな普通に。うん、何読んでるのかなって正直な本なんざ面白ければ読むし、そうじゃなきゃ読まない、それだけ。まあ、確かにね。でもって部活を兼ねりゃこんなに楽なことはね気が散るんだ。ああ、なるほどね。なんかほんと根はなんかちゃんとしてるっていうか、ちゃんとやるべきことは知るみたいな感じよね、あっしね。だから全然憎めないんだよね。でこんな感じでマラソンをすると建物内が悪じゃない、逆に出てくるんだなるほど。どうしよう。でもここ今こうしてるから、別にこっからワープしてもいいのかけど、ここから出てみる。で建物はもう見たということで、外回りなんだが、外回りをしたい。こっちに人がおるんす。あー、なんだっけ、そう、フレディ。この辺りに生えてる木の内樹皮は加工すれば食べられる。うんだよね。セミがいれば、あー、なるほどね。ね、セミ食べるのかね、うちの近く。食材をお探しで。いや、うん。てか、今まで全然喋ってくれなかったのに、フレディが突然喋ってびっくりした。ほう、食材をさ。で、何言いかけたの？そう、うちの周りめっちゃアブラゼミいるから。アブラゼミどうぞ。セミがいるのはいいんだけど、もうちょっと可愛いく鳴くセミがいいな。わーい、スコートの女子たちだぞ。ラリーの練習。ね。めっちゃ見たくない？めっちゃ見たい。ここの何かはいつ行われるのでしょうか。私ワクワクします。格納庫は後にして、こっちにサンディちゃんがいるんだよね、多分ね。いますね。お、だいぶ育ってんじゃん。あー、はい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 。あ、ありがとう。あ、マジか、ありがとう、めっちゃ嬉しい。わーい、私も頑張って。わ、いちごかわいいね。いちごってさ、せこくない？あ、鶏まで。鶏までおる。鶏さ、空の奇跡でさ、まるでさ、話しかけられるのよ。カカカって言うんだけど。で、そのカカカっていうのを、ひたすら、ウィンドウが出ないから、ひたすらこう、ひっくり回して、こう、カカカ、カカカ、カカカっていうのを、やりまくってたっていうのがあるんですけど、皆さんやってましたか？たまにね、卵もらえるんですよ。私はやりまくってました。出会うたんびにやってた。儀式のようにね。だいたい3回からね、4回目がなかなかできないんだよね。何の話をしてるんだって感じなんですけど、格納庫に行きますと。はい、色が変わって、しっかり。キーとちゃーん。モーブメント調節か。あ、そうだ、二人の開けたいよね。開けよう。めっちゃ開けたい。めっちゃ開けたい。あ、空とか全然いけるじゃん。あれがないんか。もう厳しいんだけど。
アルティナは今どんな感じ？あー、なるほどね。でもだいぶ開けられた。大丈夫、開けて。明日自由行動日でさ、アインヘル要塞が来ると思うんだけど開けちゃった。まあいっか。